すでに通過儀礼を終えた者には必要ない。行くぞ。もう行っていいかい？まだだ。担当を取り上げるまでが訓練だ。マップがあるんだって。次はあんたが私を襲う番だね。すげえ技術だな。誰からか教わったのか？お父さんに。親父さんがこの技術の？どうでもいい。対人格闘術なんか点数にならない。憲兵団に入って内地に行く権利をもらえるのは、なぜかこの世界では巨人に対抗する力を高めた者ほど巨人から離れられる。どうしてこんな茶番になると思う？さあ、なんでだろうな。それが人の本質だからでは？とにかく私はこのくだらない世界で兵士ごっこに興じられるほどバカになれない。俺たちは何十万の犠牲で得た。あんたも男ならさ、私のこのか弱い体をもっといたわるべきなんじゃないの？だ。あんたも知ってて損はしないよ。降参、降参なんかしてないで学習しなよ。力の使い方と、そう、そんなにもっと知りたいの。ただ猛獣に通用するかどうか興味はある。兄。誰がやっても失敗すれば全員死ぬ。リスクは同じだ。例えばあの巨人が味方になる可能性があるとしたら、どう？どんな大砲よりも強力な武器になると思わない？あれを見て。私はただ外調査にて、だから今は少しだけ兵士ごっこに興じ、丸連商会は落ち目だ。しかしストラットマンは豪勢な暮らしを維持している。なのに父親は娘のことを対等の存在のように話していた。コーデロインだね。その後急に黙り込んだと思ったら店を出てって、でそれ以来誰も見てねえ。さ、それは知らねえ。早くしろ。開けろ、顔出せ。入ってこられたら始末するしかない。死後それほど時間は経っていない。明日の任務に行くか。いや、もし任務に失敗したらもう憲兵団には戻ってこれない。カーリーを見つける。そうすれば私はここに来なかったことになる。全て片付いた後、匿名でケンパーの死を通報する。この道しかない。ケンパーの部屋にあったのは木箱3つ分。いずれにしてもまずはストラットマンだ。娘について隠していることを洗いざらい喋らせる。あんたの脳みそは沈んだことがあるみたいだね。なめた口を聞くなよ姉ちゃん。カーリー・ストラットマンを探すことで、ということは居場所を知ってるんだ。あの時はね。でも今は上官に報告をあげてる。私に何かあれば憲兵団が動く。あれだけ長居したわけだからね。しかし御社に伝えた行き先はストラットマンの家で、憲兵団ではなかった。廃液層に沈む前にお願いがあるんだけど。行ってみろ。
あんたの品のいいお仲間が取った指輪を返してもらえない。そりゃ聞けねえな。故郷を出るときに父親からもらったものでね。せめてそれがあれば安らかに沈んでいける。ああ。このアマ！まだけどね。カーリー・ストラットマンはどこにいるの？あんたはまるで巨人だな。突然現れて全てを台無しにした。カーリー。カーリーはどこにいるの？いつもそうだ。何かをつかみかけると邪魔が入る。手からこぼれ落ちる。カーリーはここにいるの？私はここに来なかった。あんたにもウォルドにも会わなかった。わかった。もし後で私のことをちょっとでも喋ったことがわかったら、バン。終わった。なぜコデロインなんて作ったんです？お待たせ。それよりタバコを吸うのをやめてもらえませんか？兄。今日の任務、第57回壁外調査にてエレン・イエーガーの捕獲。なに？もう怒ってんの？ねえ、愛想のないやつだな。まだ言えるわけないだろう。地獄を見てきたばかりなのに。調査兵団の一行が王都へ証拠。動機が不明です。来た。人本来の正しい姿に。あんたみたいないい人が体勢を占めちまったらそれこそしまいだと思うけどね。一緒にするな。あ、おい、ここじゃな。その辺にしてやってもらえませんかね。不正に手を染める奴には相応の報いを受けさせるんでしょう。私も付き合ってもいいけど。無茶じゃない。そもそもストヘスクに入る前に逃げた方がこんな面倒もかからなくて済んだはずでしょ。そう、納得したよ。さっきからこの辺にはなぜか、たっく傷つくよ。そう、あれはさあね。でも1ヶ月前にそう思っていたんなら、なんでその時に行動しなかったの？ああ、心底そう思うよ。まさかあんたにここまで追い詰められるなんてね。あの時、なんでだろうね。私は戦士になり損ねた。私がかけたのはここからだから。